なんと実は海外に知られてる日本のことって、最近のアニメやゲームといったサブカルだけじゃないんですよね。意外にも戦国時代についても結構知られてるんですよ。ということで今回は海外の人たちが作った日本の戦国時代についてのミームをいくつか見ていこうと思います。まずはこちら。If Pokemon existed during the Sengoku period, they would be hunted for food. もし戦国時代にポケモンが実在していたら、食料として狩られていただろう。いや、それはない。仏教か神道かどっちの影響か覚えてないけど、その時代は肉食が避けられてたからね。鷹狩りでちっちゃいのが捕まることはあるかもしれないけど、こういう狩りはないな。When you're in feudal Japan and tell a samurai his hair looks funny. 封建時代の日本で侍に面白い髪型だなと言った時。まあ、刺されて当然だな。たとえ大谷鬼次みたいな役者であっても、シャレじゃ済まされないぞ。っていうか、封建時代ってわざわざ言ってるってことは、現代人が逆行したっていう状況だろ。だとしたら髪型がおかしいのはそっちであって、人のことを言えない状況だろ。武田キャブリー。武田の騎馬隊。オダ、You picked the wrong house, fool. オダ、家を間違えたな、バカめ。長篠の戦いのことを言ってるんだろうけどさ、確かこの戦いの2年前ぐらいから、織田と武田って関係決裂してるんだよね。今更これは言わないと思うぞ。ポーチギース、ガンパウダー。ポルトガル人、火薬。戦国ピリオッドジャパン。戦国時代の日本。これも今更だよな。蒙古襲来でグレネード食らわされてるから、火縄銃ならこの顔するかもしんないけど、火薬だけじゃ驚きはしないだろ。続いてこちら。アサルトライフル。アサルトライフル。ショットガン。M1911。いや、時代がおかしい。まあ、侍は刀のイメージがあるけど、実際は銃をバンバン撃ってたんだぞって伝えたいなら、イメージ的には合ってるけど、実際こうなるには多分開国がさらに100年遅れないといけなかったと思うぞ。将軍足利義政 dies。将軍足利義政が死ぬ。Japan, let's split up, gang. 日本、これからは別々に行こうぜ、みんな。足利義政の死って関係なくねえか？だって、応仁の乱でもうすでに結構バラバラになってただろう。応仁の乱って、こいつが死ぬ何年も前の話だぞ。織田信長、sing. 織田信長、泣け。Come on, sing. おい、泣けよ。piece of crap. 役立たずめ。Sing! 泣け！いや、さっさと殺せよ。これじゃあ泣くまで待とうじゃねえか。いや、銃を突きつけて泣けって言ってるってことは、泣かせてみようの方が近いか。明智光秀 after forcing 織田信長 to commit 切腹。織田信長を切腹に追い込んだ明智光秀。豊臣秀吉。アンダーテイカーじゃねえか。確かに中国大返しから山崎の戦いっていうまるで起き上がりからのツームストーンパイルドライバーみたいなことはしてるけど、名前通りの墓掘りはしてやれてないな。明智光秀って落ち武者狩りにあったからな。When you're walking through a crossroads and some samurai tests his new sword on you. 交差点を通りがかったら侍が新しい刀を試してきたとき。Why? なんで？悪人面だったから罪人と間違われたか、死人のような顔をしてたから死体と間違われたかだろう。まさか辻斬りをしてくるような太刀の悪い浪人が新しい刀を調達できるとは思えないからな。最後はこちら。織田信長、濃姫、そして狐。はてさて、こんなところで哲学的問題が浮かび上がってきたぞ。果たして政略結婚は浮気なのだろうか。大名は後継ぎを作るのが仕事みたいなところがあるからな。遊びではなくて仕事なので浮気ではないという都合のいい解釈をしておこう。僕は中高アメリカの学校に通っていたので、日本史についての知識は大河ドラマとドキュメンタリー番組からだけなんですよね。日本史の授業を受けたことがあるであろう皆さんは、海外の人たちにぜひとも教えてやりたい日本史上の出来事とかってありますか？ということで今回は以上です。それではまた。